小沢駅は、北海道岩内郡協和町小沢にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、S22。電報略号は沢。かつては急行、ニセコ、来電などが停車し、岩内線も接続していた。また、岩内線が開業する前には、岩内和車鉄道も接続していた。小沢駅を発車する SL ニセコ号1976年の、 小沢駅と周囲約 1.2km 範囲。左上は右側を、函館本線、左側を、岩内線がしばらく並行して走る。右下が、くっちゃん方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成し式ホーム一面二線を持つ地上駅である。かつては、多くの側線を持っていたため、 ホームと駅舎の間には線路を剥がした跡地が広がり、古線橋は非常に長い。乗り場は2番乗り場と3番乗り場のみ。駅舎の前が旧1番乗り場で、岩内線ホームだった。くっちゃん駅管理の無人駅。駅舎は簡素なものに建て替えられているが、古線橋は昔ながらの非常に重厚な造りのものが使用されている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 銀山駅との間にある稲穂トンネルが開通した頃から作られ始めたトンネル餅が名物である。以前は当駅で売られていたが、現在は駅前の国道5号に面した末継ぐ紹介果株にて販売されている。10個入り400円で駅弁同様に競技でできた檻に詰められている。駅構内で販売しているものではないこと、中身がご飯、麺類ではなく、諏訪まであり、 駅弁とは、言い難いガタが、パッケージに、小沢駅の文字が残ること、100年を超える歴史を有することなどを踏まえて、雑誌の記事などでは、駅弁として扱われることが多い。田舎に泊まろう。で、宇都宮巻、近所の美香子ちゃんと一緒に紹介された。また、通常の駅弁の販売が行われていた時期もある。ありがとうございます。